ですね。雲一つない青空。こういう日は洗濯物がよく乾くんですよね。日差しが暖かくて眠くなっちゃいそう。こうして公園でのんびりするのも風情があっていいですね。風情があるかはともかく、日の光を浴びると気分が良くなるものね。お弁当を持ってくればよかったです。塩むすびとたくあんを竹皮で巻いて昔話に出てくるお弁当みたいでいいわね。みんなで一緒にお弁当を食べる、これ以上の幸せな食べ方はそうそうありません。いいですね。こんなに気持ちいいんですから、あやさんとひなさんも来ればよかったのに。あやちゃんはサロンの予約が入ってるらしいし、ひなちゃんはココロちゃんと一緒に天体望遠鏡を探しに行ってるらしいわよ。先約があるなら仕方ありませんね。でもこのメンバーだけで集まるのは新鮮です。私は楽しいですよ。そうですね、自分も楽しいですそうね。あ、そういえばなんですけど。はい、何でしょう。いえ、今ふと思い出しまして、マーマレードのライブの後、イブさんモデル時代の話をしてくれたじゃないですか。実は自分それまでモデルに対して華々しいイメージがあったんです。綺麗な人がいっぱいいて、みんなキラキラしているような感じで。でもイブさんのお話を聞いて、孤独感も少なくないんだなって思ったんです。意外と難しい世界というか。そうなんです。でももちろん全てのモデルがそうであるって意味じゃないです。私の周りがそうだったってだけですので。そうね、全てがそうじゃない。でもどこも似たり寄ったりよね。千里さんもそういう経験があったんですか。多少はね。今思えばあったけど、子役としていろんな妬みや偏見、大人の都合に踊らされてきたから。え、子役ってチヤホヤされるイメージがあったんですけど。もちろんチヤホヤされる時期もあったわ。でもやっぱり心ないデマや噂とか、そういうのから切っても切れないものだったのそれはもうなんていうか、自分がお二人の立場だったとしたら日々のストレスに耐えられる気がしないです。まあでもイブちゃんはモデルというきっかけがあったからパスパレに出会えたのよね。マヤちゃんはドラム、私は子役。当時がどうであれ、私はパスパレに入ったことを後悔してないわ。モデルとしての道、ドラマーとしての道、それぞれの道を選択したことを誇っていいと思うわ。ありがとうございます。でも私はあの時よりも今の皆さんがいる環境の方が大好きです。あの時の私は誰とも信頼関係を築くことができませんでしたが、今は信頼できる皆さんがいるんですから。ひなさんやあやさん、そしてまえさんとちさとさん、4人のかけがえのない仲間に出会えたことを神様に感謝してます。そうですね、今こうして楽しい時間を過ごせるのもその時のきっかけがあったからこそなんですもんね。皆さんとの出会いを無駄にしないためにも、これからも鉄道鉄尾頑張ります。その意気です、イブさん。もちろんまやちゃんもよね。当たり前ですよ、これからも気合い入れて叩きまくるつもりですよなら私も頑張らなきゃね。